はいどうも、白コリです。コンコリー。ザ・コズミック・オイル・シスターフット、続きを遊んでいきます。はい、前回ですね、巡礼者というめちゃくちゃ長生きな魔女がやってきまして、エイダーナの遺体を食べた方がいいという理由をね、説明されましたね。まあ、エントロピーがどうとか言ってて、確かに強力な力で、フォルトゥーナのカード作りにとても大きな力になってくれそうです。まあでも今のところフォルトゥーナは直に不死性を失いますし、まあ若いもんを招いてもいいんじゃないかっていう気持ちになっています私は。フォルトゥーナが不死性を失わないんだったら、まあ力をね、より強力な力を得るのもいいかなって思うけど、不死性失うしね。さて、これ初めて見るな。亀か。フォルトゥーナへ、訪問者が許可されたんだったら、あんたの口から知らせてもらいたかったよ。他の魔女からじゃなくてね。あんたが今の状況についてどれだけ把握しているかわからないけど、とにかく話をしよう。パトリス、お姉ちゃんじゃん。パトリス、招こう招こう。お姉ちゃん。第5章、価値観。当時は今より暮らしが大変でね、今のマイケルくらいの年頃にはもう働いてた。何をしてたの、おばあちゃん。孫たちか。私のママが農家の人のための作業着を作っていてね、私は子供時代のほとんどをその手伝いに費やしたんだ。私も早く仕事したいな。学校は嫌いだし、お小遣いも少ないし。ははは、あなたのお小遣いは私が服を縫って稼いだ額より多いけどね。私は一着作って30セントもらってた。は？そんなのやる意味ないじゃん。ママを助けなきゃいけなかったんだよ。ママは一着作って2ドルもらってた。当時はそれでなんとか暮らしていけたんだ。なんで今は物の値段が高くなっちゃったの？その説明は私には難しいかな。パパが帰ってきたら、インフレって何って聞いてみな。ははは。おばあちゃんもパパに教えてもらったの？ううん、教えてもらわなかった。私のパパはスペインにいた頃に戦争で死んじゃったんだ。だからパパから教わったのはナイフの使い方と美味しいパエリアの作り方くらいかな。僕、おばあちゃんの黄色いご飯大好き。ははは、そうだね。じゃあ明日パエリア作ろうか。うん、やったー。おばあちゃんはどうしてアメリカに来たの？言っただろ、アメリカではなく合衆国と呼びなさい。はいはい。で、なんで合衆国に来たの？パパが戦争で死んで数年後に、ママはファシストから逃げるために私とフォルトゥーナおばあちゃんを連れてフランスに行き、それから合衆国に移ったのさ。ファシストって何？そうだね、とても意地悪な人たちで、自分たちと考えや文化が違う人たちのことを嫌うんだ。合衆国にもファシストはいるの？たくさんいるよ。嘘、僕たち大丈夫なの、おばあちゃん。はは、心配ないよ。私がみんなを守るから。おばあちゃん、フォルトゥーナおばあちゃんの話聞かせて。その話をするのに、これ以上の場所はないかもしれないね。だって、まさにこの浜辺で、私はフォルトゥーナおばあちゃんとお別れをしたんだから。ここで、おばあちゃんは死んだってこと？何度言わせるの？フォルトゥーナおばあちゃんは死んだんじゃない。星の中で生きることを選んだんだよ。そんなの嘘。私だってわかるよ、もう。でも本当のことさ。私たちは美しい夏の夜に、この浜まで車を走らせた。友達のエヴァと一緒にね。僕、エヴァ好き。いつもお菓子くれるから。ははは、そうだね。エヴァはいつだって優しい子だった。
フォルトゥーナは美味しいピザを作り、私たちは上等なグレープジュースのボトルを開けた。ワインでしょ？ああ、そうだね、マリア・フォルトゥーナ。僕もワイン飲みたい。あの晩は美しい流星雨が見れてね。3人でお願いをしたんだ。私は妹が幸せになりますようにって。おばちゃんは幸せじゃなかったの？不幸ではなかったと思うけど、幸せでもなかったかな。フォルトゥーナは不思議な子で特別な力を持っていた。でも世界にはその力を受け入れる準備ができていなかった。フォルトゥーナがいきなりこう言ったんだ。私がなりたいのは魔女って。なんか怖い。大丈夫だよマイケル、フォルトゥーナはいい魔女だから。そう言うとフォルトゥーナは立ち上がって海に向かって歩いていった。空からはたくさんの星が降り注ぎ、海の底からも星が上がってきてフォルトゥーナを包んだ。フォルトゥーナは歩き続け、やがて水の中に消えた。溺れちゃったんだ。言っただろ、フォルトゥーナは星の中で生きてるんだよ。遺体は見つからなかった。だから溺れてないんだよ。今は魔法のある場所にいて私たちを見守ってるんだ。どうして僕たちに会いに来ないの？さあ、どうしてだろうね。そっか、あの時魔女になったんだ。わあ、パトリス、お姉ちゃんかっこいいな。よう、フォルトゥーナ。やだ、怒ってるの？怒ってるってより失望したって感じかな。なんで教えなかったの？客の受け入れができること。複雑な事情があって、状況が落ち着くまで心配かけたくなかった。私の状況の変化を逐一報告する義務はないと思うけど。ツンツンすることもできますね。まあちょっともっともらしいこと言っておくか。状況が落ち着くまで心配かけたくなかったから。トラブルを引き寄せる癖は流刑の身になっても変わらないってことか。心配する自分が馬鹿らしくなってくるね。どうすれば自分の姉さんをもっと信頼してくれる？私があんたを失望させたことあった？お姉ちゃん、もう何度も説明したでしょ？お姉ちゃんのことは信頼してる。ただお姉ちゃんに助けられたいとは思ってないってだけ。お姉ちゃんはいつだって私の問題を自分の問題として捉えようとする。お姉ちゃんには私の友達でいてほしいの。母親ではなくてね。ママだってお姉ちゃんほど干渉はしてこなかったよ。知ってるよ。なんせあんたのおむつを替えて学校に連れてったのは私だからね。もうまたその話？お姉ちゃんに育ててもらったと言ってもいい感じなんですかね。2世紀ぶりの再会なんだからさ、200年越し。すごい。そりゃそうか、200年閉じ込められてたんですもんね。こういうやりとりはやめて、もっと楽しい会話しない？ああ、わかったよ。仕事はどう？ものすごくうまくいってるよ。あんたが不在の間に私たちは多くの古文で最も好んで読まれる新聞社になった。私自身魔法技術に関する記事の監修も始めて、それがマキナ教団の魔女たちの間で大ヒットしてる。一度メカに実装すると手放せなくなるモジュール10選とかね。わかってる。私だってこんな身だしなは嫌いだけど、こういうのがえらくウケるんだよ。ははは、でしょうね。私もくだらないと思うけど、コズミック新聞の今週の魔法装具トップ5は好きだよ。わかるよ。賢そうに気取ってても結局私たちはああいうのが好きなんだよね。今年は一層開き直って宇宙のトップ10リスト特集でもやろうかな。楽しみにしてる。地球ではベストセラー作家だったんだけどね、私。ジュリエットは元気？まだ付き合いは続いてるの？ジュリエット誰だろう？ああ、いや、あれはもう終わった。50年くらい前に別れたよ。パートナーだったんだ。何があったの？
あの子は自分から望んで裁定者になったんだ。信じられないだろ。え、なんでまた？魔女でいることに疲れたみたいだね。圧倒的な自由を持つ存在でいることに。あの子は私に依存してて、自分の時間をどう使うかも私に決めてもらいたがってた。でも私は誰の指揮者にもなりたくないし、あの子忙しくしてるときはいいんだけど、私が自分の時間を欲しがると途端にものすごく不安になって落ち込むのよ。依存されちゃってたのか。それが私たちにとって良くないことはあの子も分かってた。だからむしろ自分の自由を捨てることを選択したってわけ。あまりにも自由だと不安になる人は、それはそれでいそうではありますよね。あの子の手紙によると、裁定者になったことで任務と目的が得られたそうだよ。なんか悲しいけど、彼女にとっては良かったのかな。存在意義にまつわる不安は魔女の流行病みたいなもんだな。不死の代償ってやつかしら。さあね。今でも自分の子孫の様子を観察してるの？いや、数世代前で飽きちゃってね。マリア・フォルトゥーナやエリックやマイケルなんかを見守ることは私にとって重要だったけど、あの子たちがどんな風に自分の子供を育て、その子たちがどんな人間になるのかにはとても興味があった。自分が残したものが広がるのを眺めてエゴに浸ってたって感じかな。でもある世代からそれは意味を失い、単なる覗きと変わらなくなった。赤の他人の人生を盗み見ているような感じでね。つまり彼らがお姉ちゃんについて話せなくなったってことね。黙りな。お姉ちゃんの性格はよくわかってるから。嫌な妹だね。近況交換はもう十分で、あんたは今回は何をした？どういう意味？何か恥ずかしいこととか危険なこととか違法なことをやったんだろ？エイブラマー、裁定者が私の刑を見直しただけ。別に問題は抱えてない。姉ちゃんに言うかどうかか。ああ、結構迷う。姉ちゃんに言うかどうか。まあでも、エイブラマーとの契約によって、フォルトゥーノは、不死性をこの後失うから。いやー、言ってた方がいいんじゃないかな。お姉ちゃんだもんね。いや、お姉ちゃんには言おうか。エイブラマー、姿を見せて。わかった。エイブラマ、姿を見せて。嘘だろ、フォルトゥーナ。こいつはベヒモスじゃないか。会えて光栄だ、パトリス。しかもこいつ喋れるわけ？喋れるとはどういうことだ？そもそも言語を発明したのは我らベヒモスだぞ。そして私はこいつではない。せめて彼と呼んでくれ。なんてことをしたの、フォルトゥーナ。生き延びるために必要なことをしただけ。俺のどこが？あんたむしろ処刑されて宇宙から抹消されるよ。もともと死んだも当然だったもの。この岩の上で200年間一人で過ごすってのは、ある意味死ぬより辛いことだったよ。確かに責められないか、あんたを。エイダーナの野郎、今度の選挙をうまく利用してあんたを助けよう。まずは各所に頼んで、あんたをなんとか。お姉ちゃん。何？だからそういうのはやめてって。これは私の問題なんだから、私が解決する。あんたじゃ無理だよ。だからこんな状況になってるんじゃないか。私はお姉ちゃんより数十年長く魔女をやってるんだよ。お姉ちゃんからのお説教は必要ない。地球では私のあれだったかもしれないけど、ここでは違う。言ってしまえば、ここでは私の方がお姉さんよ。だから身をわきまえて。今なんて言った、この恩知らずめ。言った通りよ。今度は私がお姉ちゃんを守る番ってこと。私のベヒモス問題に関われば、お姉ちゃんだって罰せられるかもしれない。親友にだって話してないことなんだから、お姉ちゃんだって巻き込みたくなかった。何を言ってる。お姉ちゃんの助けはいらない。
とにかくそのことをまず理解して。だったらなんで私を魔女にしたの？私がしたわけじゃない。お姉ちゃんはもともと魔女になる定めだったの。何度話せば理解するの？私はカードを読んだだけなんだから。まあでもねえ、この前知った事実によると、フォルトゥーナが魔女にしちゃったんだよね。あ、何？そうか。どうかしたの？私がお姉ちゃんを魔女にしたんだ。そんな、嘘。ごめんなさい。何なの、いきなり。反抗的かと思えば、今度は謝るってわけ？お姉ちゃんが骨肉腫になったのは、そんな、信じられない。私、嘘だ。フォルトゥーナ、落ち着きな。ごめん、本当にごめん。最近、自分の占いについて分かったことがあるの。ものすごく重大な事実で。つまり？私は読み手ではなくて書き手だった。どういう意味よ、それ。最近、エイラーナの遺体が訪ねてきたの。そして私を流刑にし、デッキを取り上げた理由を説明された。私は未来を見ているのではなくて、定義しているって。これから起こることを作っているんだって。お姉ちゃんを殺したのは私だ。おいおい、待ちなって。まず第一に、私たちはまだ子供だった。その裏にどんな力が潜んでいたにせよ、あんたが私の運命の責任を背負う必要なんてない。でも、癌になったのは私のせいなの。うるさい、黙りな。私は最高の人生を生きた。癌にならなかったら、トラックに轢かれてたかもしれないし、ドラッグの後遺症でくたばってたかもしれない。いずれにせよ、その責任をあんたに背負わせようとは思わない。それでもごめんなさい。それにお姉ちゃんの言う通りだ。お姉ちゃんはいつだって正しかった。お姉ちゃんを魔女にしたのは私だった。私はお姉ちゃんが死んでいくのが耐えられなくて、その魂をこの宇宙に引き寄せた。ま、それに関しては確かにあんたのせいだな。魔女でいることを嫌がっているわけじゃないけどね。永遠の眠りにつくよりはよっぽどいい。とはいえ、あんたは私に借りがあるってことだ。だったら私に協力させな。あんたは私を取り戻したくて、私を死の眠りから引っ張り出したんだろ。その責任を取りな。私もう無理だよ。もうカードなんて読みたくない。責任が重すぎるもの。あのね、いいか。あんたの力が倫理的な葛藤を伴うもんだってのはわかるよ。でも、ここは地球じゃないんだ。ここでは、どの魔女も自分の野望を満たすために、自分の能力を最大限に活用している。あんたは中でも特別強力な魔女ってわけさ。だからその力をいいこと、いや、好きなことに使えばいい。そんな風には考えられないよ。ほら、エヴァが好きだったあの蜘蛛男の話に出てきたセリフがあっただろ。大いなる力を使わないのは無責任だって。ははは、そんなセリフじゃなかったと思うけど。そうだっけ？でも言いたいことはわかるだろ。でも境界線はどこに引けば？ケースバイケースだろ。あんたがいい子だってのは知ってる。だからあんたが運命に手を加えることを私は恐れない。私のためにカードを読んでみてよ。え、何について？私がどんな最後を迎えるか。は？無理よ。なんで？魔女だって必ずいつかは死ぬんだから。私のために美しい詩を書いてよ。お姉ちゃん。実際人間だった時は自分の最後を知っていることが私の大きな力となっていた。変な話だけど、私はあの強大な恐れの感情が恋しいんだ。頼むよ、フォルトゥーナ。もう一度私に死の啓示をくれ。わかった。大好きだよ、お姉ちゃん。ああ、私もあんたが大好きだ。死を書く。またこんなことをするなんてね。でも、お姉ちゃんの詩を読むのは今度こそこれで最後だから。
転生して生まれ変わろうが何をしようが、その時は他のみんなと同じように生きる苦しみを味わうんだよ。ああ。待って。あんたの新しいデッキはどういう風に機能するわけ？今回の読みに関しては基本的に前と変わらないかな。タロットを読むのと一緒。ただこのデッキは私が自分でカードごとにアルカナを選んで作っている。つまり私はタロットカードみたいに特定のシンボルに限定されることなく、自由に占いの性質を広げることができるの。すごいじゃない。よし、じゃあその力を拝見といこう。いいカードが出てくれ。ノーレッドストリングスクラブ。象徴するものは対話、平和、憧れ、情熱、力です。最後。二つ選択肢ありますね。あなたは人間の詩人と恋に落ち、その詩人と共に生きて老いるために魔女の力を捨てる。あなたはさらに高い領域に登る。あなたはインスピレーションの女神となり、この世界とは兆候や啓示を介してのみ接触することとなる。インスピレーションの女神？人間に戻るか。インスピレーションの女神、神様になっちゃうってこと？お姉ちゃん？でもお姉ちゃん、いや人間と恋に落ちるよりこっちかな。インスピレーションの女神になりそうじゃない？こっちだな。こっちにしよう。あなたはさらに高い領域に登る。あなたはインスピレーションの女神となり、この世界とは兆候や啓示を介してのみ接触することとなる。は？冗談だろ。静かに眠ることもできないってわけ？私、お姉ちゃんは女神になりたいんだと思ってた。私はすでに女神だっての。そうだったね。今から読みを変えられる？ごめん、それはできないんだ。私はカードが提示する選択肢の中から選ぶことしかできないから。私に残された時間がどれくらいかってのは？ごめん、わからない。でも遠い未来のことだったら、読みには出てこないと思う。そうか、わかった。複雑な心境そうですね。どう？私の新しいデッキは。なかなかいいじゃない。正直タロットにはうんざりしてたとこあったけど。そう言われてみると、私もそうかも。こっちは新しいカードを作り続けてるから、掌握するのにより時間はかかるけど。絵も自分で描いたわけ？素敵じゃない。現存するアルカナを構成しただけだけど、自分のセンスを発揮する余地はかなりあるかな。なんていうか楽しいよ。それは何よりだね。さて、私の式は分かったわけだし、今度はあんたの救済について話すってのはどう？ああ、またその話？まあいいわ。何がしたいの？あんた、長に立候補してよ。え？嫌だよ。これは真剣な話。エイダーナが死んで、古文に新しい長が必要だって知ったとき、真っ先にあんたのことを思った。予言する力を持つあんたは長として最適だ。だからこそ訪問可能になっていることを知った時は腹が立ったの。もっと早く知っていれば選挙活動に向けていろいろ準備ができたのに。それは申し訳なかったけど、先を見通すことだけが長に求められる資質じゃないし、私は読み手ではなく書き手だと分かった今、その責任たるや。ダリアとジャスミンがすでに立候補してるの。まあそう、ダリアとジャスミンがね、すでに立候補してて。だから別に先に名乗った者勝ちってわけじゃないでしょ。ここで私まで立候補したら一触即発のムードになっちゃうよ。それは彼女たちが受け入れるしかない。私たちはもう何百年も生きてるんだから、それを理解するくらいには成熟してて叱るべきだと思うけどね。
あんたにだって長に立候補する資格はあるんだから。実は私も自分がいい長になれるんじゃないかって思ってた。あの時私がそんな選択を選びましたよね。でも流刑の身でそれができるとは考えなかったから。大丈夫だよ、私が協力するから。面倒な作業は私がやる。はは、じゃあ本当にやるのね。なんだかワクワクしてきた。ああ、この宇宙に私たち姉妹の力を知らしめてやろう。ははは。うん、頑張ろう。最初にやるべきことは方針の決定だね。私なりに調査をして、その後に私たちの現在の状況について知らせるよ。そして主な争点となっている事柄に対しての私たちの考えを決定する。うん、わかった。なんだかどんどん物事が進んでいく感じだね。心配ないよ。私がなるべく負荷を減らすから。じゃ、また後でね。デッキの準備をしたら少しゆっくりしな。私が戻ってきたら活動開始だ。わかった。また後でね。ああ。お姉ちゃん、頼りになるな。随分と仕切りたがる姉だな。そうなのよ。空気の契約によってお前が得た力も全く作用していなかった。自分の魔力にやや失望してくらいだ。そりゃあ私とお姉ちゃんの関係は長いからね。どんな魔法を使ったってお姉ちゃんが私のことを恐れることはないよ。私も姉の方についた方が良かったかもしれんな。ははは。何よそれ。しかしすごいことになってきたな。興奮してるか？不安の方が大きい。実はかなり楽しみ。別に。とはいえ他に選択肢があるわけでもない。ベヒモスを召喚した私からすれば何でもないこと。不安もあるっちゃあるけど、かなり楽しみかな。自分が政治に関わるとは思わなかったけど、これを機会に文句だけ言うのはやめて行動に移すことにする。自分もエイダーナのように憎まれる存在になろうと。私は公正にやっていくつもりだけど、確かにどこで誰の恨みを買うかはわからないよね。では私に何をしてもらいたい？どういう意味？お前の最終的な決断をダリアとジャスミンに伝えるためにここに来るよう手紙を送ることもできるが。いい考えね。戦いの前にみんなで集まるっていうのも。戦いは始まってるから不意をつく形にした方がいい。ダリアとジャスミンに手紙を送る。戦いの前にみんなで集まる。まあ集まって腹を割って話してた方がこう余計なわだかまりを抱かなくて済むかも。正々堂々勝負しようぜみたいな。そんな感じになるかな。これでみんなで集まるって選択を選んだら、ダリアとジャスミンがすぐに来そうな予感がするので一旦ここで区切りましょう。いやーお姉ちゃん、めちゃくちゃ頼りになる感じですね。フォルトゥーナの世話を焼きたくてしょうがないって感じですね。まあ心配してくれてるんでしょうけど、あの時エイブラマーの存在を言わなかったらどうなってたんだろう。オサに立候補するとかそういう話にもならなかったのかな。お姉ちゃんを巻き込むことになってしまったのがちょっと不安要素ではありますし、お姉ちゃんが女神になるっていうのをちょっと嫌がってたよね。普通に安らかに眠りたかったのかな。でもね、女神似合うと思いますよ私は。という感じでフォルトゥーナは古文の長になれるのでしょうか。古文の長になったところで不死性失うからね。結構早いことまた長が変わることになっちゃいそうな予感がしますが、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。